喺唔能够周围飞嘅时候咧，我相信好多朋友都好挂住日本啦。今次就等我哋紫想旅行团，由我身处喺日本嘅丰信子，带大家嚟到东京嘅白云寺市。喺度商店街入面咧，有好多铺头啦，有 Donkey， 有餐厅，有 cafe 等等，好热闹喎。咁但系咧，喺条商店街嘅侧边嘅小巷入面咧，竟然有条花柳街啊！原来喺度仲可以有机会见到日本传统艺伎嘅真身啊！就系呢度啦，呢度系白王子花街，亦都叫做黑平通啊。咁呢度咧喺以前嘅时候咧，有好多嘅纺织业嘅公司喺度设置啦。咁去到昭和时期，更加有多达200多名嘅艺伎咧，藏身于喺呢个地方嘅。咁今时今日咧，仲保留咗一啲嘅怀旧嘅色彩，好似呢埲黑色嘅墙咁。但系要留意一点，原来喺关东咧，艺伎嘅称呼系叫做艺者嘅。咁我就难得可以潜入纸屋入面，睇下佢哋工作嘅情况啦。跟我嚟啦！呢个就系紫屋 Yukinoe 啦，快啲入去啦！こんにちは。哇，我第一次嚟呢度会咁紧张啊！こんにちは。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いいたします。小菊と申します。アップルデイリーの皆様こんにちは。こんにちは。今日は本当に嬉しいです、ここに来て。はい。ありがとうございます。ここ沖屋ですね。沖屋は何ですかな。はい、沖屋というのは私たち芸者衆が支度をしたりとかお稽古をしたり日常を過ごす場所ですね。はい、で、今お客さんはもうこれが、はい、基本的にはもう芸者衆のなんて言うんでしょうか、こう稽古場なので一般の方には公開はしていません。それで、まあ、今後の今日の礼がよろしければご案内します。じゃ早速行きましょう。はい、どうぞ。こちらです。今日は特別に私たちがお化粧をするお部屋をご案内したいと思います。へえ、これ本当に秘密ですね。そうですね、普段はまあもちろん関係のない方は入れないですし、特に男性は、はい、入れないです。原来是这样的。我们今天可以有机会看到他们化妆室的后台。啊，日本語ではどういうふうに言いますか。はい、化粧室ですか。私たちは、まあ、そのお化粧を白塗りというんですけど、うん、白塗り部屋とか化粧部屋っていうふうに呼んでおります。蘋果嘅讀者同埋觀眾真係好開心啊。ありがとうございます。早速移動しましょう。はい、では2階にご案内させていただきます。はい、はい、お願いします。はい、どうぞ。お姉さんたちの話題声が聞こえております。楽しそうですね。そうですね、みんなでここでいつも、はい、過ごしております。原来这个紫屋的布架布就好像一间和式的普通房屋的，一楼二楼分开，但是虽然说是一个工作的地方，但真的不是很大，就好像平民的家一样，有很多间房分开了。走走。ここが着替えるお部屋になってます。ここはちょっと見せられません。はい、沖屋はなんかバックステージという感じで、はい、はい、その支度をしたりお稽古をしたり、はい、でもここで過ごすことが多いです。まあ最初の1年2年ぐらいはやっぱり住み込みで、はい、ちょっと私支度をしてきますので、はい、はい、少々お待ちください。お願いします。こんにちは、テルハと申します。テルハさんです。はい、好大塊鏡、好像好真的好像好專業的電視台的化妝間咁樣。ちなみにここいっぱい箱を置いてあって、はい、これです。これ私たちのカツラになります。カツラ、はい、おお、感じですね。本当に重そうですね。そうですね、 1.5 キロぐらいはあります。はい、座っていいですか。あ、どうぞ。結構 重いんですね。そうなんです。全て人毛で人の毛で作ってますので、一つ一つ植え込んで職人さんが作りますので、はい、1個どのぐらいかかりますかね。38万円から40万円ぐらい。
38万人と41万人の頭髪。好可愛い。みんなそれぞれ自分用のカツラがありまして、はい、専用なんです。専用。はい。じゃあ形も全くその方の頭の形と合わせるんですか。はい。はい、そういうことです。아유나가요더선대중가요하이어다오세미바이와랭가하나모이터옵니다今白塗りのお化粧をテルハちゃんが。我哋今日就仲有機會可以睇到藝者真正由零開始化妝化到全白同埋紅唇嗰個妝容啊！咁我哋千祈要留心，唔好眨眼啦！今顔に油を塗ったところです。この油がすごい硬いので、それをこう手で頑張って溶かしてから顔にしっかりと下地として塗っていきます。啊，即係個 base 啊！咁平時我哋咧現代人嘅化妝品咧就會搽 base 之後先搽 foundation 噶嘛。咁如果喺藝者身上咧，咁就會用呢個油性嘅材料咧放喺塊面度先嘅，咁就當一個 base 嘅功效咯。でこの後にあのお白いを塗っていきます。白塗りのお化粧は白と赤と黒の3色しか使わないので、あとピンクですね。ピンクですね。はい。少し影みたいな。あ、そうです。あのノーズシャドウみたいな感じで、はい、あの目鼻立ちをくっきりさせるのに、あとはあのチークの代わりですね。はい。はい。頬紅の代わりに、まずはこのピンク色を塗っていきます。これもしかしたらさっき言った白い塗り。はい、白塗りですね。お白いを塗っていきます。お白いをあの塗るときに水で溶きます。水で溶いてから肌に塗るので、その水分をスポンジで取ってそれで定着させるんです。はい。でこのきっかけは何ですか。それとも、どうして芸者さんになりたいんですか。はい、最初は。私は最初は着物がすごい好きで、はいはい、あの着物に携わるお仕事がしたくてっていうのが始まりで、であの人と接するお仕事もすごい好きだったので、こうお客様に喜んでいただいたりとかそういうことも好きだったので、芸者さんっていう道を選びました。あ、はい、分かりました。テルハさんは。はい、私はあのもともとあの新体操を部活動でやっていて、そうですね、人前で踊ることが好きだったので、あとあの着物を着た仕事がしたいなと思って入りました。背中塗っちゃおうか。あ、お願いします。背中だけはあの自分でやるのはちょっと大変なので、お互いに手伝ってやったりします。で私は今ちょっと着物が汚れちゃうといけないのでこれを着てます。着ます。下までもう塗りますよね。そうですね、襟が見えるので、うん、あ、なんか噂が聞いたことあります。日本の女性はちょっと後ろの首とこの辺を見せるのはセクシーというか、はい、あ、そうですね。ちなみに秘密かもしれないですけれども、はい、平均収入は、それは秘密ですね。やっぱりそれは言えないです。やっぱりでもなんか少しの情報がありますか。私たちのお仕事ってお客様に例えばご指名をしていただいたりっていうことができますので、やっぱりお客様にこうあの芸者さん、ブコキクさんがいいなとかテルハちゃんがいいなとかって思っていただけるように頑張ってます、みんな。あ、はい、やっぱり指名があればやはり給料とかもちょっと上がる感じですか。というかお仕事が単純に増えますので。はい、わかりました、はい、そういう感じですね。はい、わあ、今はアイシャドウ、うん、はい、そうですね、アイシャドウみたいな感じで目元に赤色を入れていきます。これもやっぱり色っぽく見せるためですね。白と赤は日本で一番、はい、まあ、服、幸福とかの色じゃないですか。はい、あの昔それこそ江戸時代とか、あの明かりがなかった頃にろうそくの
こう明かり、暗灯の明かりでもお顔がはっきり見えるように白く塗ったというふうに言われてるんですね。はい、それが名残で今もずっと、多分ですけど、赤はきっとそのやっぱり色っぽく女性らしく見せるためじゃないかなって思います。眉毛も赤ですね。赤で描いてから黒を重ねます。眉毛が難しいんです。どうしてですか？普通はもう現代人はすぐパッて終わるじゃないですか、はい、やっぱりあのこの白塗りのお化粧でカツラをかぶりますので、あのバランスがすごく難しくて、位置ですね、位置と長さ、長すぎるとカツラにこう隠れちゃいますし、かといって短すぎてもかっこ悪いし、と位置も人によってやっぱりどの位置に描くかっていうのが難しくて、あとはあの単純に間違えると一からやり直しになってしまうので、ね、それが大変よね。今芸者さんになって、まあ、これ自慢できることはございますか？そうですね、あの好きなことをお仕事にできているっていうことが割とこうみんな嬉しいし自慢のできることなのかなって思いますね。まあ大変なことも多いんですけど、はい、一応楽しめますよね、仕事しながら。そうですね、はい、こうね、辛いこともありますけど、でも楽しいことの方が多いですね。あ、私と同じように同じです。はい、アイライナー、はい、やっぱり目ははっきりくっきり見せたいので、普通のお化粧みたいにアイラインを引いていきます。マスカラも普通にします。これは緊張する瞬間ですね。そうですね、はい、丁寧に塗らないと。そうなんです。皆さんはこの仕事っていつまで続けたいんですか？そうですね、あの先ほどめぐみお母さんもお話しされてたんですけど、定年っていうものがないので、何歳で辞めなきゃいけないとかそういったこともないので、頑張りたいなって思う限りは続けられるお仕事ですので。はい、ヘルハさんも一緒ですか？そうですね、うん、確かに好きですね。この情熱が感じてます。やっぱりでもそのさっきお話ししたみたいに好きだからこそできるお仕事なので、やっぱりお稽古とかそういうこともお座敷のこともそうですけど、好きじゃないと逆に続かないです。私たち外国人として、はい、たまには街で歩く時も芸者さんたちの姿を見ます。はい、まあ、本当にね、写真を撮りたいんですよ。はい、でもこれは、まあ、悪いんですか？どう思いますか？そうですね、あの声をかけていただければもちろん喜んで、あの写真一緒に撮らせていただきますし、はい、ただやっぱりなんかこう黙ってこう写真撮られちゃうとちょっと私たちもどうしたらいいのかわからないので、やっぱり声をかけていただけると嬉しいです。那如果说你有机会见到艺姿他就继续行的姿态的话呢，可能拣喺五六点呢啲时间啦，咁佢哋准备好化完妆啦，去前往佢哋料亭或者系一啲跳舞嘅场所嘅时候咧，就有机会喺条街度见到佢哋啦。咁但系记住咯，如果想同佢哋影相嘅话咧，千祈问准佢哋许可先，唔好随便乱咁影。今口紅を塗っています。まあ、今ってコロナ時期ですね。はい。で今の仕事には影響がありますか？とても影響が出ておりまして、ほとんど今お仕事がない状況です。でもレストランとか料亭とかにはなってない感じですか？はい、そうですね、お店を閉めてしまっているところも多いですし、そういうこうお仕事する場所が減ってしまっているのもありますし、でもう一つの問題がありますけれども、はい、私は昔の認識、知識の中に、はい、やはり常連さんじゃないと、まあ、予約は難しいって言われました。はい、これは実際も同じですか？八王子の場合はですけれども、例えば芸者さん初めて会うっていう方でも大歓迎です。あ、はい、気にせずにお電話いただければいろいろご説明もさせていただきますので。
チャンス見えました。いいですね。どんな方でも、はい、呼んでいただけますので。はい、わかりました。はい、嬉しいです。はい、出来上がりかな。はい、はい、こちらを。はい、出来上がりました。ありがとうございます。咁而家 Taylor 先生咧已經完成咗佢嘅妝容啦，咁但係剩翻最後一個步驟就係上假髮啦。個假髮已經準備好喺面前啦，咁但係佢度身訂做佢嗰一個嘅特定假髮嚟嘅。首先要將啲頭髮咧壓扁啦，咁包起佢咯，方便之後戴假髮用嘅。啊，これ紫色二回ですね。そうですね。こうやってしっかり。完成ですね、はい、これは完成です。おー、お疲れ様です、まあ、本当に40分ぐらいでしたね。あ、そうですね、すごい。ちょっとピンクですね。実は白と思ったんですけど、ここの、そうですね、こことあ、本当ですね。こちらの広間でございます。わー、こんにちは。わー、はじめまして。はい、こんにちは、どうぞいらっしゃいませ。こんにちは、はい、あゆと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すずめと申します。よろしくお願いいたします。はい、めぐみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあね、一緒にお稽古いたしましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょうど今あのおめでたい曲ことぶきという踊りのお稽古をしておりますので、それをお稽古したいと思います。はい、どうぞ。ことぶき优雅，但其实嗰啲姿势都有啲咬住腰啊，只手要扭住啊，都唔容易嘅。稽古するときに難しいところがございますか？足の動きとか、はいですか？足とかもそうですし、なんか姿勢とかも洋服と違って着物の場合とかは力の抜く場所、入れる場所が違ったりするので、はい、慣れるまで大変でした。すずめさんは？そうですね、日本舞踊独特の動きというものにまだ慣れていないので、やっぱり足の動かし方、手の動かし方っていうのが、難しいなと感じますね。わかりました。雖然有咁靚嘅藝者們跳舞喎，但其實佢有個非常之資深嘅老闆娘喺度演奏緊三味線嘅，係咩歲啊？そうですよ、22歳ぐらいからですね。すごいです、はい、35年ぐらいですね、そしたらね。すごいです。でも続けることがね、やはり大切なことですし、少しずつでも目標に向かっていける、何歳になっても続けられるっていうこともね、魅力です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私も本当に、上手な曲
曲を楽しんで、もうその時間を忘れちゃってそういう気持ちがあります。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、我們現在買茶這個超分啊，ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。すみません、ちょっと どうして必ずシャワー浴びて開けますか、ドアを。あ、上はもう所作というか、なんて言ったらいいのかしら、決まりなんです。あ、すごいですね。日本 の、うん、あの所作の一つですね。必ず、うん、扉は座って開けます。閉める時もです。もし立っちゃうと、まあ、開けるときに立っちゃうとお行儀が悪いですね。お行儀悪いですが、如果你企喺度開門咧就失禮噶啦，日本人嘅傳統嘅感覺咯，就係要掛喺度開門嘅，咁樣先至叫正統啊。わかりました。勉強になりました。はい。はい、こちらがお茶室でございます。はい。おお、こんにちは。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お名前は、お伺いしたいんですけども。はい、福谷と申します。お茶室というか、お茶のお稽古に関しては、あの芸者衆が所作だったりとか、動きの美しさを身につけるためにも、はい、お稽古をすることになっております。詳しいことは福谷ちゃんが。はい。稽古は、その芸者さんとしての、あの美しい所作だったりとか、動き先ほどのドアを開ける、はい、とか、あとおもてなしの気持ちを学ぶためにお稽古させていただいております。あ、動きも、はい、心も、はい、そうですね。之後先至開始講嘢，咁所以咧，佢欣賞呢個茶嘅時候咧，整茶嗰個過程咧，都係通常都係安靜嘅。咁佢欣賞藝者佢作出嘅一啲動作啦，同埋可以話一個表演啦。係，你話いただきます。飲み方を現在。はい。はい。あ、ゆっくりと右手でじゃあとお茶碗を持ちまして、で左手に乗せます。で正面が来てます。絵の正面が来てますので、右手で手前に2回だけ、はい、回して正面を少しずらしていただきます。はい、それでお待ち。はい、スタート。はい。で、普通は一気に回すか。あ、ゆっくりで大丈夫です。はい、一気のタイミングで。そうですね、先ほどやってらっしゃった踊りですとか、あとお三味線、お三味線とか、太鼓。所以咧，可以話藝者並唔係單係淨識跳舞啊、唱歌，其實佢仲有好多好多技能需要學嘅。好似剛剛頭先佢所講咧，要學太鼓啦，又要學三味線等等嘅技能啦，可以話係精通日本傳統遊戲或者係一啲娛樂嘅活動嘅一位達人嚟噶。ありがとうございました。今日は本当に楽しかったです。いろんなことを勉強になりました。
今日藉著這個機會非常開心可以深入認識到藝者的工作和背後的生活，希望大家也可以從今次這個片集認識到日本的文化之外，也可以感受到一些日本的氣息，好開心啊！ありがとうございました。ありがとうございます。ではアップルゼイの皆さん、八王子にどうぞお越しください。お待ちしております。バイバイ。记得订阅果子啦，仲要揿埋个钟仔添啊！